ローソン長良川、鉄道関口駅店。関口駅は、岐阜県関市関口町にある長良川、鉄道小し南線の駅である。駅番号は5。端式ホーム1面に一線を有する地上駅。1952年の開業時に建設された、木造駅舎がある、夕見駅であったが、駅構内で営業していた、喫茶店が、経営者の高齢を理由に閉店。 長良川鉄道で次のテナントを募集したところ、コンビニエンスストアチェーンのローソンから申し出があり、駅舎の老朽化も進んでいたことから建て替えを行うこととなった。2013年4月から工事に伴い無人駅化し、同年8月23日に、ローソン長良川鉄道関口駅店が営業を開始した。店内には、 プラットホーム側に18席のカウンター席を併設し、待合室の機能を併用する形とされた。店舗の外壁には、長良川鉄道開業当時の車両のイメージが描かれており、関口駅の看板が掲げられた。ただし、店舗の客用出入り口は、道路側の一箇所のみであり、ホームと直接出入りすることはできない構造となっている。駅としては、 無人駅の扱いのままであり、ローソンに入店せずとも、ホームへの乗降は可能で、店舗内での切符の取り扱いは行っていない。コンビニエンスストアとしての営業は24時間行っている。なお、店舗建物は、長良川鉄道の所有、駐車場部分は駅舎に隣接して、関市が所有、運営していた、市営駐車場が対応されたものである。 このコンビニ誘致の取り組みについて、長良川鉄道側には、店舗の太陽による、旅客運賃以外の収入源の創出、空調の効いた待合室の提供による、快適性の向上、24時間営業のコンビニが、所在することでの防犯性や、旅客の安心感の向上などのメリットが、指摘されている。一方、ローソン側も、ユニークな外観の店舗による、 宣伝効果を期待している。近年の年間の乗車辞任は以下の通り。駅前の道沿いには銀行や飲食店などの商店が並ぶ。道を北に進むと本町商店街がある。北濃寄りの道路沿いに関口駅前バス停が存在する。ありがとうございます。